フレンもレイブンもアレクセイから離れたし、やつ自慢の騎士団も相当弱ったな。どうかな。まだアレクセイ直属の親衛隊が残ってる。親衛隊はアレクセイに心酔してるから裏切ることもまずないぜ。こんな大事件を起こしても信用されてるってのか。ったく、あんなクズ野郎のどこがいいんだか。アレクセイも最初からクズだったわけじゃねえさ。おっさん、太平の世を生み出さなきゃいけないって責任、相当ヘビーだったってこと。もういい、詳しく聞かない方が剣が鈍らなそうだ。お前さんらしいね。